はい、お疲れ様です、今回の動画はですね、エッジオキャドパオの寸法についてですね、解説いたします。3回目の今回はですね、半径と直径とそれから円周寸法ですね、この3つについてですね、お話ししていきたいなと思います。寸法コマンドはですね、このコマンドパネルの、下の方にあります。ここですね。ここをクリックすると、次のような、サブメニューが現れます。このサブメニューのですね、これ拡大したやつですけども、このサブメニューの半径と直径と円周ですね、この3つについてですね、実際に操作してみますので、よかったらですね、参考にしていただけたらなと思います。ということで、早速やってみたいと思うんですけども、まずどんなものかっていう感じなんですけども、半径はですね、このような、イメージの寸法ですね。それから直径はこうですね、円の端から端ですね。で、円周はですね、ここからここまでの円周がこのように引き出し線と寸法線と寸法値でですね、表示されるという形ですね。はい。ということでですね、早速半径と直径について、実際にやってみたいと思います。最初にですね、半径からいきますか。半径をクリックします。測定の対象の円をですね、マウスで指示します。これは右でも左でもどちらでもいいんですけども、マウスで指示します。そして、寸法の書き込み位置をですね、マウスで指示します。書き込み位置はですね、この内部とそれか外部どちらかに、作成することができます。符号もですね、 R 何メーター、それから寸法の角度ですね、このように今15度ですか、今15度に設定してありますけれども、これをですね、45度フリー、それから10度、15度、45度フリーのですね、ローテーションで、選ぶことができます。例えば45度にしてみますか。45度でですね、45度にして内側にクリックします。今 R が後ろ付けになってますんで、 5.000 の R という形で表示されます。もう一回やってみますかね。この外向きで、今度 R を前付けにしてやってみますけども、このようにですね、 R5.000 ということで、表示することができます。で、次ですね、直径をやってみましょう。はい、直径も同じなんですけどもね、まず、マウスで、円を指示します。これ右でも左でもいいんですけども、今45度に、ステップが設定になってますんで、今度は、10度ぐらいにしてみますか。10度だとこのように、いろいろな角度で選べますので、これでですね、内側か外側かで選べます。まず最初に内側でやってみましょう。ここでクリックすると、10.000 ですね、ファイの 10.000 と出ます。今度は外側にやってみますね。このようにですね、こんな形でしょうかね。10.000 ということで、こちらとあと直径なので、こちらにも寸法線がですね、現れるという形ですね。これが半径と直径になります。で、続いて円周ですね。円周寸法は、円またはこの円弧ですねをマウスで指示します。これも右左クリックどちらでも構いません。そして、ちょっとやってみますね。円周をクリックします。そして、寸法値書き込み位置はですね、手動とあと自動ですね、こちらにあるんですけども、これ一回クリックすると自動になります。でもう一回クリックすると手動に戻りますに切り替えられます。で、円周長はですね、常に、時計、反時計回りです。こういう方向ですね、反時計回りに測定します。測定開始点と、測定終点はですね、マウスで、
指示するんですけども、読み取り点の場合は右クリックですね。で、任意の点の場合は左クリックという形になります。で、自動の場合はですね、オプションパネルの設定に従って作成されますということで、ちょっとこちらにですね、用意したんですけども、引き出し線がですね、このようにあります。で、反時計回りで、測りますので、最初エンコをクリックして、右クリック右クリックと、そして自動の場合は、こちらのですね、オプションパネルのこちらの寸法通りに、寸法が表示されます。引き出し線の離れですね、離れが、ここですね。で、引き出し線の長さと、それが引き出し線の、突き出しが、初期設定は0ミリになってますんで、ここはありません。それから、寸法値の離れですね、寸法線から寸法値の離れが 0.3 ミリという形で設定されています。ということで、ちょっとやってみましょう。じゃあまず自動からやってみますね。まずは、マウスでクリックしますと、そして、反時計回りで読み取り点をですね、まずは右クリックします。そして、終点を右クリックします。すると自動ですので、この時点でもう寸法が出ると。で、この離れとか、引き出し線の長さ、それから、寸法のですね、文字の大きさなんかは、あのオプションパネルのですね、この設定通りに表示されるという形ですね。それからもう一つ、手動ですね。手動でやってみます。このこちらやってみますね。手動の場合ですね、また円をクリックします。そして、またですね、読み取り点を右クリックします。そして反時計回りに、読み取り点、終点ですね、をクリックします。今度引き出し線の、始まりをですね、指示します。このようにですね、仮線が追っかけてきますので、まあ、大体適当な位置であれば、左クリックします。そしてこのままですね、今度寸法線の位置ですね、これもあの大体適当な位置で良ければですね、この辺で左クリックします。ということで、このようにですね、寸法線が表示されるという使い方になります。はい、ということでですね、これで寸法線は以上ですね。ということで、次ですね、あのこちらにある寸法編集と、寸法消去ですね。寸法編集はですね、既存の寸法をですね、編集することができます。寸法値や引き出し線をですね、左クリックするとオプションパネルで設定している設定にですね、変更することができるということですね。それから寸法値をですね、右クリックすると、寸法値をですね、移動することができます。それから引き出し線をですね、右クリックすると引き出し線の長さをですね、変更することができるということですね。それから寸法消去は、今ある寸法をですね、消すことができます。これは右でも左でも、どちらのクリックでも同じ操作ができます。ということで、ちょっとやってみますね。先ほどのこれでやってみましょうか。はい、まずはですね、寸法編集で、まあ、例えばですね、文字の大きさをですね、ちょっと小さい F1 の、設定にしてですね、で、これをですね、左ですね、左クリックするとこのように、ちっちゃくなるという使い方ですね。それから、寸法値を右クリックするとこのように移動できるということですね。はい、このように移動できます。そして、引き出し線を右クリックですね、右クリックすると短くすることができますと、このぐらいですね、こんな形で短くすることができますと。はい、まあ、逆にこう伸ばすことも可能ですということですね。はい、こういう使い方ができます。で、寸法消去は、寸法消去をクリックして、
右左どちらのクリックでも構いませんので、寸法値をクリックすると消えますという形ですね。はい、という使い方になります。はい、ということでですね、以上ですね。ちょっとまとめてみたいと思いますけども、今回のですね動画は HO CAD PAO のですね、寸法の第3回目ということで、半径直径円周寸法ということでお話しさせていただきました。半径と直径寸法はですね、円の内部と外部に寸法を作成することができます。寸法値はですね、ステップ角度を設定できます。そして、寸法値にはですね、符号を、付加することができます。それから円周寸法はですね、引き出し線の開始位置と、寸法線の開始位置を、寸法線の位置をですね、マウスで指示する、手動とですね、それからオプションパネルの設定で作成する、自動のですね、2種類の作成方法がありました。はい。円周長はですね、常に反時計回りで、測定します。はい、ということですね。あとは、寸法編集と、寸法消去ということで、お話しさせていただきました。はい、ということでですね、今回の動画はですね以上となります。私のチャンネルはですね、このように、CAD やですね、それから土木の現場に関することを、発信しております。もしよければですね、チャンネル登録していただけたらなと思います。その他にもですね、ブログや、1日1回程度つぶやいているツイッターの方もですねやっておりますので、もしよかったらですね、覗いてみていただけたらなと思います。ということでですね、動画をですね最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。